皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今日のお題は患者様からいただきました股関節ですね。股関節の詰まりを取る方法ということで皆さんにお送りしたいと思います。で、股関節が詰まる要因というのはたくさんあるんですけども、股関節にはですね、股関節でも、特に関節に近いところにですね短くつく筋肉があったりとか逆に長くつく筋肉があるんですけども、どちらかというと小さい筋肉ですね、非常に小さい筋肉が硬くなることによって股関節の詰まりが出てしまうことがあります。ただしですね、股関節の詰まりには関節自体が変形して詰まってしまっている、動かなくなってしまっている場合があるので、その点だけご注意をお願いします。なので様子を見ながらやっていただきたいんですけども、今日は股関節の詰まりを取る方法の一つですねをご紹介したいと思います。で、股関節の詰まりっていうのもいろいろあるんですけども、筋肉が原因になる場合もあれば、神経がですね、原因になる場合もあります。今回の場合は筋肉の、原因を紹介したいと思います。股関節の詰まりを作ってしまう最もポピュラーな筋肉としてはここですね、恥骨という骨なんですけども、ここはちょうど恥骨ですね、恥骨の、関節があるんですが、このちょっと外側からですねこのぐらいの幅で実際は出てるんですけども、恥骨筋という名前の筋肉があります。恥骨筋です、はい、で、ここからですね、大腿骨の上の方についてきます。斜めにこうついてくる感じですね。で、この筋肉が硬くなると、結構痛みが、出る場合もありますし、股関節の詰まりが出てしまう場合もあります。早速ですがエクササイズの方をしていきましょう。はい、じゃあ早速やってみましょう。股関節の詰まり感というのもいろいろあると思うんですけども、こうしゃがんだ時に辛いという人もいれば、仰向け寝た時に曲げた時に詰まるという人もいらっしゃると思うんですね。で、この時に大事なのが自分の痛いところですね、探すということです。今僕こうやって寝てますけど、ここが痛いです。これ恥骨筋なんですけども、自分の恥骨のところからですね下に探ってていただけると硬い、なんかこう板状の筋肉が触れます。で、それをですねちょっとこう広げていただいて、ぐり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 、7、8、9、10、ちょっと位置をずらして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと下に下げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これでもう一度曲げていきます。そうするとですね結構詰まり感が取れる方が多いんじゃないかなというふうに思います。で、これで取れない方は恥骨筋以外の原因になってくるんですけども、その動画は、次回またお伝えしたいと思います。今日は恥骨筋のマッサージいかがだったでしょうか。ぜひご自宅でもやってみてください。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。